京都を好きになる,にるはいみなさんこんにちは楽旅若村ですさあ本日は6月の10日です木曜日です本日は事前収録の番外編をお届けします さあこの番外編、皆様からどしどしお寄せいただきましたさまざまな疑問質問にお答えをするという今大人気のコーナーです。さあそれでは早速本日一つ目の疑問質問にお答えをしたいと思います。ニックネームタヌトラさんです。タヌトラさんいつもありがとうございます。いつも疑問質問にご回答ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。 私以外の視聴者のご回答もとても有益で役立っておりますそうなんですね意外と他の方の疑問質問にああそうそうそれも思っていたっていうことがよくあると思います他の人の疑問質問も京都の魅力を知る大きな一つのきっかけになっていると思いますさてそこで質問です第五次清流宮 についてですが上大語に西流宮拝殿があり一方下大語に西流宮本殿があると聞いておりますここであれ不思議だなと思ったのは山の上に拝殿があって山の下に本殿があるということです下に 神様がおわす本殿があって、上に拝殿があって、つまり山の上から山の下を見下ろすような形になっています。さっするに山の上から歴史が始まった第5次がその理由ではないかと考えますが、第5次の歴史上、建物が移転するというそんな動きはなかったのでしょうか。 神様はやっぱり見上げられるべきしかるべき位置にいらっしゃるのがよろしいと思うのですがどうして拝殿が山の上にあって本殿が山の下にあって見下ろすような形になっているのでしょうかまた拝殿が国宝に指定され本殿が重要文化財というのも何か反対のようで興味をそそられます。 若村さんの試験でも良いのですが、お考え、解説をお聞かせくださいということなんです。ニックネーム田野寅さん、ありがとうございます。これはね、実は私も以前思ったことがありました。まず第五次、これはですね、山品の南、行政区としては伏見区にあたりますが、山品の南、 山山とという山全体をおお寺寺の敷地すする非常に大きなお寺です今から1,100年ほど前平安の前期に李元大師正坊と予防さんによって開かれた山伏修験道のお寺の一つで山の上を上醍醐山の麓を下醍醐といいまして山の上から山の下まで広がる大きな境内なんです。 しかしお寺の創建は山の上上醍醐から始まっておりましてその後すぐに下醍醐の方の整備がなされまして今皆さんが一般的に大醐寺に行くといえばおそらく山麓の下醍醐五重の塔金道または三宝院という秀吉が作ったお庭の素敵なお寺があったりします山ととの下大吾にに拝観行くことが多いと思い思ます。 桜の名所でもありますねしかしお寺の歴史としては山の上の上大後から始まったというお寺なんですさあそこで実は神大後に西流宮拝殿という拝殿つまり神様をお参りをする建物があって山麓の下大後に西流宮本殿神様を祀る本殿があるんです 拝殿殿がが国宝本殿が重要文化財ということでまず神様の位置としても下に神様上にお参りをする場所上から下を見下ろすような形になっているのがどうしてでしょうかということと拝殿が国宝で本殿が重要文化財ということなんですね。こののありも何かか本殿の方が大切な建物でですから国宝であって 拝殿の方が重要文化財ではないでしょうかというような感じなんですさあこれね実はこの清流宮これは今から1200年前工房大使空海が中国等の国に渡り長安の都現在の西安にあたるそこにあったという清流寺で密教の教えを経過というお坊さんから学ぶんですまあ、その中でまあ、清流 密教の守護神とする神様があってまあそれらを密教とともに我が国に持ち帰って工房大師空会が祀ることになったとも伝えられているんですつまり神言密教の守護神とされますのが聖竜宮にお祭りをされる神様なんですまあ神と仏が集合した神仏集合の形で第五寺の中にも同じく第五寺は 神言宗第五派僧本山ですから空海から始まる神言宗のお寺ですから空海から歴史を受け継いで清流宮があって密教の神を崇めるために本殿そしてお参りをする拝殿があるんですで実はこのような密教に欠かせない清流宮これはまあいろんなお寺にあるんですが第五寺にも 上大語そして下大語にもあるんですよつまり今のタヌトラさんの質問でいきますと拝殿が山の上にあって本殿が山のふもとにあるということだったんですが実はこれ上大語にも本殿と拝殿があるんですここで一つ完結をする清流宮があるんですそして山ふもとにも清流宮の本殿と 拝殿があってこれで完結をする清流宮があるんですつまり山の上から始まった上大吾ここにまず清流宮が祀られ拝殿があって後に下大号ができて下大号にも清流宮ができて拝殿もできてるんですこういう形で上大号、下大号ともに清流宮が作られて同じ神様が祀られてるんです 醍醐寺は広い境内ですから上醍醐にも清流宮を祀り下醍醐下にも清流宮を祀るそういう形をとっておりましてということで実は上醍醐に行きますと建物として有名なのは清流宮拝殿でこれ国宝に指定されているから皆さんよくね耳にするんです。ととといいえば流宮廃殿国宝建築だということなんですよ実は その清流宮拝殿の後ろ側にちゃんと本殿があるんですただこれは何度も再建されておりますので建築物としては確か特に文化財には指定されていないと思うんですとにかく拝殿の方が国宝で有名なので上大吾といえば清流宮拝殿と皆さんよく耳にするんです一方下大吾の方は清流宮本殿が 重要文化財に指定されまして同じく拝殿もあるんですけれどもこれは特に指定されていない普通の建物なんです。ということで下醍醐といえば西流宮本殿があるという印象な,んですなのでそれらを総合しますと上醍醐は清流宮拝殿が有名下醍醐は清流宮本殿が有名本殿 拝殿となってますからこれが一対のように感じてしまうんですけれども実はね別々の神様を祀る別々の清流宮で上大醐の清流宮本殿拝殿下大醐の清流宮本殿拝殿があってそれぞれ拝殿が国宝本殿が重要文化財となっているということなんですよ。ややこしいもうこれねどうにかしてほしいと思いますがこれはもうね 建てられた年代とか建物の文化財としての重要さまあ、この辺りで決まってしまいますからね皆さんの耳に入ってくるのは上大後は西流宮拝殿下大後は西流宮本殿となってしまうんですけれどもまあ、それぞれに本殿拝殿本殿拝殿があるということなんです新言宗のお寺に行きますとね特に大きなお寺ですと密教の守護神とされる西流宮という親城がよくよくありますのでまたぜひね ゆっくりととご覧いいいたただきたいと思いますあの高尾の神保寺にもね清流これ清滝とも読みますので清滝川という川が流れてますね。高山寺西明寺神保寺をつなぐように流れるあの川が清流読み換えれば清滝というわけで。 まあこういうところにもね、密教の歴史がちょっと感じられるんです。はい、ということで、この私もね、昔思ってました神大醐、下醍醐に清流宮、本殿、拝殿がそれぞれあってね、こうして今も1100年の時を超えて、真言密教が清流宮の神によって祀られて守られているということなんですね。ニックネーム、田野虎さん、素敵な質問ありがとうございました。 さあそれではもう一つニックネーム京都ぶらり散歩さんです京都ぶらり散歩さんありがとうございます毎日ちょっと旅楽しみに見ておりますありがとうございますいつもいろいろな方のご質問でとても勉強になりメモを取りながら拝見していますさて本日はお寺の名前についてお伺いします何でしょうか お寺の名前は音読みが多いように思います。おそらく京都ぶらり散策さん、東京の方でしょうかね。このように書いています。地名は土地の名前。地名は例えば浅草なのに。お寺は浅草寺。あの浅草と書いて、地名は浅草でもお寺あの雷門なるお寺は浅草寺と言いますね。 浅草と書いて浅草浅草寺と言います。このように地名は訓読みですが、お寺になると浅草寺と音読みになっています。京都でも墨染めあの習字をする時の墨に染めると書いて墨染めという地名が京都の南深草のちょっと南にあります。墨染めというところに。 漢字は同じですがお寺の名称としては音読みで牧仙寺日蓮宗のお寺で牧仙寺があったりしますそうかと思えば清水寺清水寺これは訓読みになっています何かお寺のお名前に決まり事や法則のようなものが あるのでしょうか教えてくださいというご質問ですニックネーム京都ぶらりさん作さ,さんありがとうございますそうですね基本的にお寺仏教というのは大陸の文化ですから中国に習ってその漢字は音読みですですから浅草と書いて我が国は訓読みですから浅草と言いますがお寺の名称になると音読みになって戦争時と 一般的には読んだりするんですで、ミイゾこれも土地の名前ですから我が国古来の訓読みでスミイと言いますがお寺の名称になるとこれを音読みに変えて牧仙牧仙寺となっているんです一般的にやはり我が国でもお寺の名称は漢字を訓読みではなくて 音読みをしますので地名は訓読みでもそれがお寺の名称に入ってくると音読みに読み換えるということがよくよくありますただね絶対というわけではないと思うんですよね、清水寺これ音読みでいくと聖水寺になりますかね聖水寺清水寺と言いますねあのおそらくね歴史上 そう音読みになった時代もあるかもしれませんけれども特にね清水寺とかは庶民信仰に厚い観音霊場ですからねやっぱり親しみを込めて訓読みで清水さん清水さんとかね、まあ、そんな感じで呼ばれていたのではないかとも思いますのでまあその訓読み音読みまあなんとなくお寺といえば大陸の文化中国風に音読みをする。 そして日本は地名としては訓読みが多いというようなことで地名がお寺の名前になったときは訓読みが音読みに変えられるということがねよくよく見られるんではないかなと思っていますで逆に神社なんかの場合はねあのちょっとこれはねまた事例が違うかもしれませんけれども京都の北区船岡山に鎮座するあの織田信長子を祀る神社はよく 健訓神社、ね、健勲神社と言いますが正式には訓読みで武勲神社と言いますやはり神様は日本古来の文化ですから訓読みですから音読みで武勲音読でく勲とよく言いますけれども本当は訓読みで武勲これが正式な神社名で武勲神社というんですね。もうバスの 206号系統など北大路通りを行くバスなんか乗ってましてもね「けん山んさんケンクン神社」と確か言ってけん神社前じゃなかったですかねバス停もね音読みになってますけど正式には神社名は武勲神社といいうわけなんですはいまあ、ですからまあ仏教は大陸文化ですから音読みであるということなんだと思っております。 ニックネーム京都ぶらり散策さんありがとうございましたさあ今日もねなかなか興味深い質問をお二ついただきましたさあ皆さんもね普段京都を歩いたり京都検定を勉強しているときに何かああこれどんなことと疑問質問がありましたらぜひどしどしと質問をお寄せください何でも答えますメールアドレスです いや何でも答えるというかね結構皆さんから難しい質問もあるんでねちょっと時間かかってちょっと私も、ね、調べないといけないなというのはねまたこれからおいおいご紹介しますもう今ね山のように質問が来てましてね一個一個これお答えをさせていただいておりますさあ疑問質問がありましたら講座アットマークラクタビ .co.jp こちらにまでメールを送りくださいできましたら何か素敵なニックネームをつけてまた ライブ配信をご覧いただいている時の何か感想などをお寄せいただきますとね私も心に元気がチャージされます、はい、さあそれでは最後になりますが心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになる というところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って京都からもたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになるということで 本日は事前収録の番外編をお届けしました。さあ本日六月の十日木曜日、明日十一日金曜日、しあさって十二日の土曜日と三日間にわたりまして事前収録の番外編をお届けします。さあライブ配信は今週末六月の十三日日曜日午後の七時十九時からお届けしたいと思いますので、明日あさっては番外編、そして しあさってがライブ配信となりますのでぜひまた番外編ライブ配信ともにお楽しみをいただきたいと思いますそれでは本日もありがとうございましたまた明日